どうも皆さんこんにちは。レックセニン講師の豊岡と申します。それではですね、これよりこちら宅建知識で不動産鑑定士はここまで解けるというガイダンスを始めてまいります。で、今この動画をですねご覧になられている皆さんの中にはつい先日ね宅建本試験を受けたという方がかなりいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そういうね。 宅験試験を受けた皆さんと一緒にですねこの後果たして本当に宅験の知識でね鑑定士の問題が解けるのかこれを検証まあ検証というとちょっとねまあちょっと大げさですけども見てまいりたいと思いますよろしくお願いしますでまずですねこちらこれ平成30年ですね平成30年今年ですで担当本試験こうですねこの担当本試験っていうのはね。 不動産鑑定士試験の一次試験です。一次試験でこの鑑定士試験のね試験制度についてはねあの後ろの方でまとめてお話をいたします。でまずねこれ一次試験担当本試験の一科目であるこの行政法規の問いの九番問いの九番これ都市計画法が出ましたね卓見を受けた皆さんにとっては非常にね馴染みの深い法律じゃないかなと思います。で実際どんな法律あのどんな問題が出たかと言いますと こういう問題でしたで実際皆さんと一緒に解いていきますよろしいですねで、まず一番上の問題文ですねこちらから都市計画法に関する次の記述のうち開発許可を受ける必要があるここね必要がある開発行為はどれかとこれもね宅検で毎年出ますねこれねいわゆる開発許可の要否ですね開発許可の要否を問う問題です でただし許可を受ける必要がある開発行為の規模については条例による定めはないものとするってことで要するにこれ例外的にね都市計画法とは別にね条例によってこのね規模ですねこれを定めることができる。だけどここではねそういう例外は気にしなくていいよでそれを言ってるだけです。それがこのののただしの問題文の意味です、ね、ですすねからもう,ねもう至ってシンプルに 開発許可の要否を考えればいい例外までねこの条例の例外までね、意識する必要は全くないということですねで足の一番からいきますよで市街化区域においてこちらねで畜舎この畜舎っていうのこれたっけねやりましたねいわゆる農林漁業用建築物でしたそうですねでこの市街化区域っていうのはいわゆるビルをどんどん建てていくね、市街化を図っていく そういうところにあってこの畜舎のような農林漁業用建築物っていうのはミスマッチですねミスマッチだからこの市街化区域においてねこの農林漁業用建築物ねを建てるね建築するね場合については原則として開発許可が必要だったやりましたねでも例外があって例外があって規模が1000平方メートル未満であれば 規模が小さいということで、例外的に開発許可が不要になるんだった。やりましたね。ところが本、本も三千平方メートルということで、一千平方メートル未満には当たらない。従いまして、この足の一番ですね。これは原則通り、開発許可が必要と。で、ご覧ください。もう答え出ちゃいましたね。<laughs> 足の一番だけ見て。ね、必要がある。必要。ね。これが、もう答えですね。 よろしいでしょうかね簡単にもう宅建の知識でスパッと答えが出ちゃいましたで一応念のためですね残りの2、3、4、5の足もちょっと見ていきましょうで足の2番ね区域区分が定められていない都市計画区域において都市計画事業の施工として行う1000平方メートルの開発行為これも宅建でやりますね都市計画事業の施工として行うこの場合については場所も規模も見なくていいんだった 開開発発許許可可不不要要。ででした。開発許可不要いいですよね。都市計画事業の施工っていうのはねこれいわゆる都道府県知事の認可を受けて行われるそれゆえに別途開発許可っていうのはいらないんですねいらない、ね、ともかく結論として、ね、都市計画事業の施工として行うこの場合については場所も規模も見なくていいもうすぐに開発許可不要というふうに出していいんだったしたがってこれ足の2番は不要と。 で足の3番ですね「準都市計画区域において農業を営む者の,の居住のように供する建築物」これもやっぱり足の一番の畜舎と同じく農林漁業用建築物でした、ね、でこの「農林漁業用建築物」っていうのはねこの「準都市計画区域においてはやっぱりこういう規模、ね、3,000平方メートルとかこういう規模を見る必要ない、ね」もうすぐに開発許可不要というふうに出していいんだった。ここれもやりました、ね、やりりままししたたねねちら したがって足の3番も開発許可は不要と。で足の4番です。で市街化調整区域において、変電所。これもね、宅建でもねよく出ますね、変電所。いわゆる公益上必要な建築物です。でこれもやっぱりね足の2番の都市計画事業の施行として行う場合と同じく、もうこれは場所もそして規模も見なくていいんだった。すぐに開発許可不要というふうに結論出していいんだった。 変電所のしたがって足の4番もやっぱり開発許可は不要とということですねで最後足の5番市街化調整区域において非常災害のため必要な応急措置として行う1,000平方メートルの開発行為これもやっぱり、ね、この足の5番非常災害のため必要な応急措置として行うこの場合もやっぱり、ね、足の2番の都市計画事業の施工として行う場合さらにはね すぐ上の足の4番であったように変電所ねなんかの場合と同じくもう場所も規模も見なくていいんだった非常災害のために必要な応急措置として行う場合ですね場所も規模も見なくていいねこれはもう緊急性必要性が高いですから都道府県知事の開発許可なんかねこれはもらってる意図もありませんからねもうこれはすぐに開発許可不要とこれですね答えを出していいするとねもう足の1番見てねもうこれすぐ これ答えを出せますけど、一応ね、念のため二三四五を見ても、やっぱりね、足の一番が。ね、これが正解しということになります。従って、ね、十分卓建の知識を解けましたね。ね、今確認いたしました。解けたでしょ。ね、じゃあ、次の問題、こちらいかがでしょう。こちらが、問いの十八番。ね、同じく行政法規問いの十八番で、建築基準法です。どんな問題が今年。 こここののの行政法規で出たのか、うういい問問題、題れも見ていきまますよ。でま、ず1番目の問題文ご覧ください建築基準法で以下この問いにおいて法というに関する次の記述のうち正しいものこれね正しいものはどれかということでまず足の1番からいきましょうこちらねで特定行政庁は「外区内における建築物の位置を整え その環境の向上を図るために必要があると認める場合においては建築審査会の同意を得ることなく壁面線を指定することができるとで壁面線はねこれ行政法規では、ね、ちょこちょこ出るんですよただ宅建ではちょっとマイナーですねしたがってちょっとこれ皆さんねわ、ね、かんなくていいですこれはねちょっとこれは宅建の知識でちょっと足の一番切れないですねじゃあ2番どうでしょう 用途地域に関する都市計画においては。これね。建築物の敷地面積の最低限度。最低限度を。三百平方メートルと定めることができる。これは宅建でやりますね。宅建である。若干マイナーな知識でありますけど。ね。敷地面積の最低限度、これ。三百平方メートルではなくて。これでした。二百平方メートルを超えてはならない。これは宅建でもやりますね。 若干マイナーであるけど宅建ではやるこれ超えてはならないっていうのは200平方メートル以下以下って意味です200平方メートル以下にしなさいよ敷地面積の最低限です都市計画で定める、ね、この場合200平方メートル以下にしなさいよこのね数値をあまりにも大きくしてしまうと、ね、400とか500にしてしまうと一部のお金持ちしかその敷地持てなくなっちゃいますからね。ですから一応建築基準法はこの200平方メートル200平米 ここで、まあ、線を引いたわけですね。一応、これ宅建でやりますからね。で、足の二番はバッテンと。ね、三百じゃないよ。二百だよ。いいですね。二百、へ、あ、何、超えちゃいけませんから。ね、だから、三百っていうのは定めることができないよっていうことで、バッテンですね。じゃ、あ次の三番、どうでしょう。これもいきますよ。建築協定区域内の土地の所有者等で、丸括弧で。当該建築協定の効力が及ば,及ばないものを除くと。は。 特定行政庁の認可を受けた建築協定を廃止、廃止しようとする場合においては、その3分の2以上の合意を持ってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。いわゆる建築協定の知識です。これもね、実は行政法規でねよく出るんですよ。ただ、これ宅建ではちょっとマイナーかな。一応勉強したいよって方は皆さんの中にもいらっしゃると思うんですけど、ただ、宅建全体 からするとちょっとマイナーかなと、その意味でこれね、まあクエスチョンね、まあこれクエスチョンというふうにまあいたしますね。一応勉強したって方はね、これ廃止する場合は下半数三分の二以上じゃなくて過半数の合意で足りるっていうのを勉強されたかと思います。ただ全体的にいくとね、ちょっとこの建築協定ね、これはちょっと細かいかなということで一応ねクエスチョンにしときます。で次で足の四番こちらどうでしょう。都市計画において 憲兵率が6 10分のこれねとされている近隣商業地域内でかつ防火地域内にある耐火建築物こちらねこれ防火でいわゆる防火で耐火ってやつですね防火で耐火で耐火,火建築物っていうのは基本的に燃えないねでちょっと1行目の憲兵率憲兵率この憲兵率ってそもそもどんな制度だったかっていうとこれ ね一言で言うと炎症の防止でした炎症の防止敷地に対して目いっぱい建物を建てられるとするともしその建物から火が出た場合すぐね近隣に延焼してしまうそこでこの憲兵率っていう制度を設けているんだったで今ご覧いただいたように防火地域内にある耐火建築物ね耐火建築物っていうのはさっき言いましたように基本的に燃えないだからこの場合延焼防止っていうこのね出資で設けられた憲兵率が10分の1緩和してもらえるんだった サービスしてもらえるんだった。やりましたね。滝にありましたね。で、さらに続きますよ。出会って外区の角にある敷地で特定行政庁が指定。これいわゆる特定行政庁が指定した角地です。角地ね。これもやっぱり角地ですからね。角にある土地ということで、たとえ火が出ても炎症しにくいしたがって、この場合もやっぱり憲兵率を10分の1緩和してくれるんだった。 で足の4番この問題文では2つねこれ憲兵率を緩和してくれるね場合に当たるんで合計10分の2緩和してくれるしたがって元が1行目ご覧ください憲兵率が10分の6ですから答えは3行目10分の8これは正しいということになりますこれやりましたねこれはね憲兵率ね本当に憲兵率の基本的なねあの知識ですこれは宅勤でやっているでもこれが これ正しいものを聞いてますから足の4番が正しくて正解しということで答え出せますけど一応最後念のためね足の5番もちょっと見ておきますと「法別表第2法」っていうのはさっきまで見たようにこれ建築基準法ね建築基準法の別表第2によれば第2市中高層住居専用地域ではバッティング練習場を建築することができるとこんなの知らないよって感じですねこんなの。 ボーリング場だとか、あるいはスケート場に関するこの用途規制の知識があれば、一応なんかね、そこからこう水論を働かせて、まあなんかボーリング場あるいはスケート場となんか似てるからね、このバッティング練習場。だからこれ第二子中高層ではダメなんじゃないかな。この辺のね、推論を働かせるのは難しくはないと思うけど、ただね、真正面からバッティング練習場というふうに聞かれると、ちょっとね、卓見の知識ではちょっと難しいかなと。 したがって、まあ、これも一応クエスチョンとでもさっき上でご覧いただいたようにもう足の4番がもうねこれが正しいんでこれが正解しとやっぱりこのね建築基準法の問題も宅建の知識ででででこことできるよってい,うことでいいいうすねで今ご覧いただいたんですけどこれ皆さんね実際「宅建の時にねあの意識されたと思うんですけど問題解く時に全部のこの一個一個の足の丸×がね正確につけられる必要ないんですよ。 そうでしょうで,で本文ね確かに1番、ね、あ,るいはあるいは場合によっては2番とかもね難しいなと思った方皆さんの中にいらっしゃるかもしれませんあと三3番ねなんかよくわかんないなで5番よくわかんないなそれでもやっぱり足の4番についてね正確な知識があればこれ自体もうピンポイントで答え出すことができるわけだから、ね、ですからこれね他の足が分かんなくても決して恥ずかしく思う人は全くないってことですね。 なりますで次またやりますよこちらいかがでしょう皆さんにとって一番ねなじみのある「卓建業法」これも出るんですよ問いの26番ですこれねでこんな問題いきますよこれおそらく皆さんねあの笑っちゃうと思います <laughs> 私も笑,笑ってますけどいきますよまず一番上の問題文ね「卓建業法」に関する次の記述のうち正しいもの、ね、はどれかと。でまず足の1番からいきます。 宅宅地地建物取引業者が自ら売売主となる宅地の売買契約についてねここまで読んでもうね皆さんすぐ「あこれ自ら売り主制限だな」っていうのをお気づきになったでしょ。で当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所においてっていうことだからこれ事務所等以外だからこれねあこれ一応この時点ではクーリングオフができる方向だなっていうのを皆さんお読みになったと思います。 読み取ったと思いますそうでしょでで場所において買い受けの申し込みをした者はその申し込みの撤回、ね、これいわゆるクーリングオフですねを行うことができる旨およびその申し込みの撤回を行う場所の方法について告げられた日から起算して5日を経過した時はその申し込みを撤回、ね、これやっぱりクーリングオフですねすることができないになってますけどこれは5日じゃないですね。ここちらこれは8日でした 8日,ね、8日であれば、ね、仕事してるお父さんもどっかで一日休み取りますから家族会議を開いて果たしてどうしよう買おうかみんなどう思おう、ね、そういう、ね、皆さんの家族の意見を聞いて判断することができるんだった8日です8日であともうちょっとねこれ言うとねこの足の一番の問題文ですけど3行目の終わりからねいきますよ、えーと。申し込みの撤回を行う場合の方法についてこの4行目ね。 告げられた日からになってるけど、これ正確に言うとこれ書面でしたね。書面書面で告げられた日からとにかくクーリングオフっていうのは徹底的に書面でしたよね。だから、その意味でもやっぱりこの問題文不正確ですね。でも、この5日っていうのは決定的に誤りなんでね。従ってばってんと。これも皆さんね。自信持って、ね、この足の1番切ることができると思います。で、次今度足の2番ねで宅地建物取引業者は？ 自ら売り主となる宅地の売買契約の締結に際してってことで、あ、これも自ら売り主制限だなとで、代金の十分の二を超える額の手付を受領することはできない。これもやりますね。毎年ね、十分の二。これは正しいとね、これ間違える方まずいないです。ね、宅建ね、勉強やる方でこれ間違えてる人ちょっと厳しいですから。ね、宅建これいいですね、十分の二。 超える額手付できないよ足のしたが丸従ってこれももうすぐ答え出ていましたね正しいもの聞いてますから足の2番が正しくて正解しとで一応これもね残りの3つの足ちょっとね見ておきましょうねで足の3番「えー、宅地建物取引業者は自ら売り主となる、ね、やっぱりこれも自ら売り主制限ですね自ら売り主制限」ね「売り主となる建物の建築に関する工事の完了前においては」 いかなる場合においても、当該建物の売買契約を締結してはならない。これいわゆる契約締結時期の問題ね。で例えね。この建物の建築工事が完了する前であってもいわゆる建築確認が下りてれば契約締結はオッケーだった。その意味でここね。2行目のいかなる場合においてもこれが誤りですね。これでした。 今申しましたように建築確認が下りていればねこれは OK だよ契約締結しても OK だよこれもやりましたねしたがって足の3番も誤りとで足の4番ね宅地建物ここまではいいですねここまではねこれ事務所ごとにねいわゆる5点セットっていうのを備えになったそのうちの一つ従業者名簿,従業者名簿ねこれ事務所ごとでしたね事務所ごと。 だから本店だけ備えてもダメでね本店もしても全部備えないといけなかったいいでしょで従業者の氏名住所あと宅建築であるか田舎の別等の事項を記載しなければならないとなってますけどこの氏名はいいんですけど次の住所これが誤りですね誤り住所の記載不要です不要これ近年の改正点でしたね近年これ改正されて この従業者の住所についてはこの従業者名簿に記載しなくていいよというふうになりましたね。これ近年の改正点これ個人情報の保護の検知ですね個人情報の保護の検知からこの住所の記載は不要になったということでしたこれも宅検でやってますね従って足の4番もと×と最後一番下足の5番ね専任売買契約を締結した宅地建物取引業者は依頼者に対して当該専任売買契約に係る業務の処理状況を 1>, 1ヶ月に1回以上報告しなければならない。1ヶ月は長すぎですね。ばってんね。これ2週間でした。2週間1000人倍かは2週間、これが専属1000人になるともっと短くて1週間に1回でしたね。これもやりますよね。したがって、足の5番も誤りとね。でもう本当にね。もう一応全部足見ましたけどもね。もう結論としては、この足の2番、これが正解しということになります。 やっぱりこの問題も宅建の知識で十分解けるね。もっと言うと、これ宅建の問題、本試験問題よりもはるかに優しいでしょう。これがこの行政法規で毎年出題される宅建業法の問題です。で、これね。まあ、ある意味当たり前なんですよ。ある意味当たり前。やっぱりこれ鑑定士になる試験なんで。ね、あの宅建士になる試験じゃありませんから。ですから、宅建業法が出るとは言っても。ね。そこまで宅建のね。 あの本試験ほどそんんななに突っ込んで聞いいてこないだから逆に言うとねこれ知っといてほしいんですけどもこの行政法規で出る宅建業法の問題ってはるかに宅建よりも簡単だから宅建おやりになった方はまず準備がいりませんもうこの点だけ取ってもね本当に宅建を勉強したって方はねもう有利ですね有利こちらいいですねで一応今ね ずっと一時のこの担当本試験の問題実際皆さんと一緒に、まあ、検証というとちょっとね大げさですけど解いてきました。ね、でこのあとこちら論文本試験これが二次です鑑定士の二次試験である論文本試験の一科目であるこの民法の第2問、ね、これ毎年2問出るんですけどそのうちの第2問目の説問1について、ね、一応これ問題文若干ね 締めましたけども、これを見ていきます。平成30年、今年です。最新の。ね、果たしてこれも。宅建の知識で、どこまで。解けるのか。いきますよ。うわーって言われてくださいね。まあ、当然これね。あの論文式試験なんで、こういうね、ある程度の。ね、こういう。文章が。ね、結構長い文章出てきますけど。一応ね、これね。これ用紙ってふう風にしましたけど。一応。ほぼほぼ。 原文通りです若干ねちょっと問題文これねこの中に収めなきゃいけない若干削りましたけどほぼほぼ原文通りと思ってください。ね、こちら第問問の説問1ですでいきますよ。これね文字量に圧倒されちゃダメなんですよ。読んでいくと実は全然大したことないの。いきますよ。まず A は公土地を所有しておりいいで英名義での所有権の登記がなされている。全然問題ないでしょ B は翌年海外駐在から帰国する予定の長男の家族と同居するために3階建ての住宅を建築するに適した土地を探していたところこの A 所有の高土地が売れに出ていることを知ったとそこで B は A の代理人であるこの宅建業者と交渉を行いねこの所有者である A に対しても上記土地利用の目的について 伝えた上これちゃんとねあの3階建ての家建てたいんだ話したんですよちゃんと B が A にね目的について伝えた上1,500万で買い受ける旨の申し込みをしたとねところこの所有者である A が承諾したとこれもやりましたね権利関係で宅建の権利関係でね申し込みっていう意思表示とあと相手方の承諾っていう意思表示これが合致をすると 契約って整理するんだよってこれ権利関係で一番最初にやりますね,やりますねだからこれ AB 間にもうすでにこの時点で有効に売買契約成立してるんですよ。で実際 B は代金1,500万円を、ね、所有者 A 売り主 A に支払ったと。で問題次ね今度後半ねところがとでここからちょっとね怪しい空気ですよ怪しいね感じになってきますところがと売買契約に先立ち a の同席のも宅建業者より行われた重要事項の説明ね。これも皆さんね。馴染み深いですね。宅建業であります。もんねが誤ってたんですよ。誤っており、実は高土地の容積率も憲兵率ともに3階建ての住宅を建築するには不足するものであったと。この場合、買い主 b は売り主 a に対し、売買代金として支払った。 1,500万円の返還を請求したいと考えてるが、ね、B の請求の根拠を示した上でその逃避逃避っていうのは認められるか認められないかってこと、ね、この返還請求が認められるか認められないか、ね、について論じなさいってことどうですかこれ契約は成立ですいいでしょ申し込みと承諾合致してるから申し込み承諾いいでしょところが やりましたねこれ同期のの錯誤事例なんですよ飼い主 B としては当然この高土地ねこれ3階建ての住宅建てられるっていう思,思ったから買ってんですよ1,500万払ってところが実際には建てられなかった同期に誤信があります、ね、この動機の誤信を動機の錯誤っていうんだった。でこの場合錯誤効ねこれ 無条件じゃありませんけど一定の要件を満たすと動機の錯誤の場合も作語無効の主張ができるんだただもちろんこれね論文式試験なんで、ね、このあとこれを文章で、ね、これを書いていかなきゃいけないその辺は当然ねあのトレーニングある程度です、ね、書き方についてはトレーニングとは必要になりますけどでも前提になる知識は動機の錯誤で錯誤無効を聞いてるだけなんですよ。 その意味ではいかがでしょう。やっぱり宅賢知識でまあ書けるとねここは書けるとね言って過言じゃないんでじゃないでしょうかねこれなんですよ。以上ね今論文本試験民法についても皆さんにご覧いただきました。でこの後ですねちょっと改めてこの鑑定士試験の制度についてですねちょっと皆さんにご覧いただきたいと思います。で鑑定士になるためにはねどういうふうに これしたらいいの当然試験です鑑定試,試験でこれはねもうご覧いただきました一時ですこれ一時の担当式試験これマークシートですでも本試験問題皆さんにご覧いただいたんでね皆さんお気づきの通り一問五択です一問五択ね宅検が一問四択でしたねちょっと一個の足多いですけど基本ねこれマークシートで同じこれと同じですね宅検とマークシート塗りつぶす宅ねで皆さんが気になる合格率これ今年です 今年三三十三点四パーセントです。これほぼほぼ毎年一定してるんですよ。合格率。一時の担当はだいたい三人に一人ですね。これ合格して受かります。で単純にね単純にこの合格率の数字だけを比較すると、宅県よりもはるかに受かりやすいですね。宅県はだいたい例年十五パーセントから十七パーセントでしょ。その約倍です。約倍受かっていくと、ね、数字だけ比較すればね。 この担当式試験の方が宅検よりも受かりやすいということが言えますで、この一次の担当式にかかると、次二次です論文、これ当然論述式ですねで、これ合格率これ、昨年ですね、昨年まだね、今年平成30年はねまだ合格発表を迎えてないんですよしたがってね、一応これデータとしては昨年の平成29年の合格率をね、一応上げましたけどただこれもね、ほぼほぼ例年一定してます、左のね 担当と同じく大体ね鑑定手試験って合格率をね担当も論文も大体一定してるんですよ。担当が大体、ね、3人に1人で論文がねまたちょっと10人に大体1人ね最近結構14.5っていうことで、まあ、10人に1人よりはちょっとね緩くなってますよねこんな形で。でこれ確かにねこの数字見ると担当よりはねこの二次の論文当然難しくなってます。やっぱり二次の論文が天皇山ででですからでもこれ数字、ね だけをこれ見るとねこれ決してそんなに突出して低い合格率でもないですよね他にもいっぱいあの国家試験難しいって言われてる国家試験ありますけど合格率が一桁台なんんて結構あるんですよその点からするとねこの鑑定士のまあ、ね、天王山である2次の論文式試験の合格率が14.5っていうのはね左の担当と比べれば確かに低いけどこの数字自体見ればねこれそんなに突出して低いわけじゃないと。 いうことが言えようかと思います。で、この二次の論文に受かりますと、この後実務収集っていうのをこれやらなきゃいけないんですよ。今1年コースと2年コースがあります。自分で自由に選択できますね。で、要するにね、この二次の論文を受かってすぐにパッと鑑定士にはなれないんですよ。この実務収集っていうのをやらなきゃいけない。これは裏を返して言えば、それだけこの不動産鑑定士のこの業務ね鑑定評価って言います。 土地建物の値段をね、あの計算して出すんですけど、これが非常に専門性が高いということをね。これ裏付けてるんですよ。ね、いきなりすぐ鑑定士になれない。実務収集でみっちりもう一回ね。この専門的に勉強し直しなさいということです。これ。ね。で、これは終了して。で、登録をして、国土交通省に登録をして、晴れて。不動産鑑定士になることができます。ね、まあ、一応こういう流れですね。で、この後ですね。 この試験、この担当式と論文式、ね、この二段階の選抜方式になってますけど、果たして宅検の知識がね、これどれだけ本当に役立つのか、ね、これを今度別のデータでね、改めてこの二つの試験についてちょっと見てまいりたいと思います。まずこちらをご覧ください。一次が担当でマークシートね、で科目が二科目です。行政法規っていうのと鑑定理論、それぞれ四十本ずつ出ます。 で、これ、はそれぞれ、ね、二時間ずつで回答いたします。行政法規、二時間、鑑定理論も、二時間。で。この二次が論文ね。科目が四科目です。民法、鑑定、理論。経済学、そして。会計学。ね、こちら。で。皆さんが宅建で。勉強された。ご覧の分野。ね、やりましたね。こうやってみると、本当にね、宅建って、結構大変ですね。いろんな分野、やらなきゃいけない。 でこのうちまず一番上の権利関係です権利関係これ論文の民法に知識を使うことができます実際さっきやりましたね動機の錯誤ってねこれやったでしょこれ論文で使えるじゃないですかで今度上から2つ目の「宅権業法」これは行政法規で出ますこれもさっきやりましたね問題ね行政法規で出ますあと法令上の制限ですねこれもさっきやりましたね都市計画法ね あと、建築基準法ね。こういうのやりました。行政法規で使えるんですよ。あと税法ですね。これもやりましたね。宅建で税法。これもやっぱり行政法規で使います。で、あと一番下これその他のね。これは一応丸括弧で鑑定評価基準って書いてありますけど、これ皆さん覚えてます。鑑定評価基準ってこれ？例年あの地下工事法と交互に出ますよね。地下工事法がお休みの時は、この鑑定評価基準。 鑑定評価基準が出るときは価格を情報がお休みって形で、でこれでね三つの鑑定評価の手法と四つの価格って勉強したでしょ。あの取引事例比較法とかのねあの三つの鑑定評価の手法とあと四つの価格限定価格とか正常価格とかやったでしょ。実はこれが鑑定理論なんですよ。鑑定理論もちろんねこの鑑定理論もっとね専門的にね。 あの突っ込んで勉強いたしますね。でも一応触りは宅建で皆さんやってるんですよ。すでにこれこれね。だからそういう意味で本当にね。宅建の勉強のほとんど使えるよ。すごいでしょ。こうやって改めて見てみるとね。で、ちょっと戻ってよいしょ。今ねご覧の図でご説明しましたけど、特にこの矢印の集中している行政法規ですね。 行政法規これについてね。また、ちょっと別のデータでもうちょっと掘り下げて皆さんにご説明したいと思います。ご覧ください。こちらこれもやっぱり今年です。平成30年度の行政法規ね。出題法律一覧ってことで、どんな法律が今年行政法規で出たのかずら,ずら。ね問いの1番問題番号1番からあと右下の問題番号40番ね。全部で40問出ます。 でご覧の法律から、出ました。うわーって感じでしょ結構数ありますよ。ただ、いいですか。よーく見ててね。よーく見ててね。このうち、じゃん。じゃん。いかがでしょう。この、ね、後ろが黄色で、赤文字の、このご覧の法律。宅建でも、すでに勉強してますね。やってるでしょ地下工事法。問いの四番。国土量計画法。問いの五番。 そしてね、次の問いの六番から問いの十番まで、これね、ぜひしっかり見てほしいんですよ。全部都市計画法です。都市計画法。毎年ご覧のようにね、五問も出るんですよ。五問も都市計画法から出るの。で、その下が土地学整備法、ね、二つ、二問出ます、これ。で、さらに今度、問いの十六番から一番下の問いの二十番まで。これも私、ちょっとしっかりご覧いただきたいんですよ。建築基準法。 これももやっぱり都市計画法と同じく毎年5問も出るんですよ問するとこの行政法規、ね、もう1科目の鑑定論と並んで毎年40問出るんだけど40問中のこれ都市計画法と建築基準法の10問、ね、でこれ都市計画法たった2つの法律で10問すなわち4分の1を占めてるんですよ。時計と検記です も時計と検議10問40問中10問4分の1ってことさらには当然ね今ご覧いただいたように他の法律もこれ出ますから地価交渉国土利用計画法さらにはちょっと右側の方映っていただいて不動産登記法ねあと宅地造成等規制法もこれもやったでしょ、ね、あと宅建業法これ問いの26話でこれね毎年1問なんですよ これちょっと残念ですけどでもさっきも言ったようにねやっぱこの鑑定士になるための試験なんてねだからこれね一応宅建業法毎年してますけど一応一問ということであと農地法もやったでしょ3条許可4条許可とかあと所得税法やったでしょ税金あと租税特別措置法っていうのをこれ皆さん実はもうやってんですよえやってんのやってんのこれどこでやるかというとあの例の併用適用ですね 3,000万特別控除と居住用財産の軽減税率の併用適用重ねて適用できるかあれ実は根拠となる法律はこの租税特別置法なんですよ。であとその下が地方税法これもやってますね。で地方税法これ宅建では不動産取得税と固定資産税の2つあるでしょ。うでもこの行政法規で出るこの地方税法っていうのはね毎年固定資産税だけです。不動産取得税から出ません。 だからその意味では宅券よりも負担は少ないですねあとその次の問いの39番相続税法これは何かというといわゆる贈与税贈与税これもたまに出るでしょ宅券で贈与税、ね、あんまりみんなできないんだけど一応これね贈与税法っていうのはないんですよ相続税法中にね規定されてんのこれ贈与税についても、ね、だから一応まあこれね一応触りだけどまあ一応やってるでしょってことででこのね 赤文字のこのね皆さんがね「卓研でやってるよ」って法律全部数え合わせると23個です十三個。で問題が全部で40問でしょだから6割弱はもうすでに皆さんでで勉強を終えてんですよこれもちろんこの行政法規特有の分野もあるからそういうプラスアルファの勉強はもちろんやりますよ。だけど一応基本的に皆さん1回は勉強してるっていうことその意味で もう半分以上は宅検で学習積みということが言えますすごいですね宅検って本当にねで最後ですけどもこちらねまとめますと宅検で勉強したことのほとんどねもうちょっと言うとね9割以上ですね9割以上は鑑定士試験で使いますですねでその中でも特にねこの一次の担当試験で この宅研の知識は威力発揮します、ね、でどういうことかというとねこれ学習時間を短縮できるんですよでここねちょっとご覧いただきたいんですけど担当試験合格者の平均学習時間ってことで上が一般の方ね一般の方っていうのは達研やったことがない方で下が達研やったことがある方とも、ね、に当然これ担当,式試験の、ね、担当試験の合格者なんですけども一応これうちの受講生さんたちです。 うちの講座受講してタケあの担当に、ね、受かっていた方たちからヒアリングをしたその結果、ね、こういう大体ねあの一般の方、ね、これさっき言ったように卓研やらないで、ね、いきなりこの鑑定士の勉強をやって担当に受かっていた方たちの平均学習時間が大体ですよ大体500時間。でこの中にはねこのレックのこの講義、ね、講義を受けた時間も含まれます大体500時間ぐらい。ね、でそれに対して 卓研受験者、ね、宅受けてさらに鑑定の勉強をやって、ね、担当に受かってた方たちの平均学習時間がなんとだいたい400時間ぐらいですね400時間、ね、もちろんこれも講義等も含みますでもうここ比較していただくとねお分かりの通りやっぱり卓研やったっていう方の方がねこれ勉強時間当然短縮できますよ減らせるのまあ100時間ぐらい大体いい100時間ぐらい卓、ね、研やらないで この鑑定士の勉強をやって担当を受かったって方よりも百時間ぐらい減らせます。で、中にはね、三百時間ぐらいで、ね、これ宅建受けた人ですよ。もちろん宅建受けた人で。三百時間ぐらいで担当に受かっていったっていうね。そういう受講生さんもうちに毎年必ずいらっしゃるんですよ。こういうツアーのも,のもいます。ね。でも、とにかくね、やっぱり、この学習時間が短縮できるっていうのは、やっぱりね、非常に大きいですね。非常に大きい。いかがでしょう。 ね、今までずっといろいろお話をしてきましたけども本当にね宅見であったことがほとんど鑑定しても使えるさらにあご覧いただいたようにねこの学習時間も短縮できるっていうことで、ね、その意味で本当にね宅見をやりになった方はね次鑑定してやろうかな、ね、もしやるっていう場合には非常に大きなアドバンテージを持ってるってことが言えます。ね、で皆さんね もちろん宅検も素晴らしい資格だと思います私宅検も教えてますけどね、本当にうまく使えばもう一生食いパグれないそんなねあの素晴らしい資格だと思います宅検です宅検でもねせっかく勉強した知識ね、今ご覧いただいたようにこんだけね不動産鑑定士で使えるんですよだからもしねもしもう一つなんか資格狙ってみようかなもしお考えになった場合ですねぜひ不動産鑑定士ちょっとこれをね 考えてみてください。よいしょうかね。じゃあ一応以上になりますね。本当に最後まであのご覧いただきましてありがとうございました。